んにちは、ケイスケです。10月3日までパッケージされていた凱旋門は翌日から解体が始まっています。今日のパリはとてもいい天気です。この解体は簡単にできるのかなと思ったら、なんと1ヶ月かけて行われるそうなんです。貴重な彫刻もあるし、解体も慎重に進めないといけないんでしょうね。それで11月11日に次のイベントがあるということで、遅くとも11月10日には元の姿に戻さなければならないそうです。最近この移動式クレープ屋さんを街の至る所で見かけるようになりました。なんて思いながら見ていたら、焼くところを見せるから撮りなよなんてお兄さんが言うので少しだけ撮らせてもらいました。先日宇宙ステーションにいるフランス人がクレープを作って話題になっていました。フランス人にとっては全ての世代で馴染みのある代表的な食べ物ですよね。観光客にとってもどこにでもあって、気楽に手軽に食べれるのが魅力です。ということで、もし機会があれば。太陽で見づらいんですけれど、3本の飛行機雲は分かりますか？ここ最近パリの空にたくさんの飛行機雲を見るようになりました。それだけ人の移動が増えてきたということですよね。アレクサンドル三世橋からすぐのプチパレにやってきました。もう何度も登場しているプチパレです。今プチパレではジョン・ミシェル・オトニエルの個展が開催されています。パレロワイヤルのメトロの入り口、覚えていますか？イタリア・ムラーノのガラスを使ったあの可愛らしいメトロの入り口の制作者です。彼にとっては2011年以来のパリでの個展で、来年1月2日まで開催しています。ちなみにこの階段を流れ落ちるような青いガラスレンガのカーペットは彼の作品で、このインド製のガラスレンガは全部で1000個あるようです。そしてその正面に位置するグアンパレです。改修工事から再開するのは2024年です。久しぶりにパリで一番高い丘と呼ばれているモンマルトルに来たので、サクレクールのところまで上がってみようと思います。この正面はメトロ2番線の駅アンヴェアフの入り口です。ということで早速サクレクール寺院に向かっていこうと思います。ちなみに今時刻は19時です。気温は18度あるので寒くはありません。この通りは右も左もほぼほぼお土産屋さんといった感じです。パリのお土産でエッフェル塔グッズがダントツで人気で、その他でいうとパリの地下鉄をモチーフにしたマグカップ、エプロン、コースターなどのコレクションが好評のようです。向こう側にサクレクール寺院が見えてきました。ただなんかいつもと違う雰囲気に感じます。この辺りは年間1000万人の方が訪れるようです。この周辺はいつも人が多いんですが、今日はさらに多い気がします。このサクレクールは1875年に建設が始まって1923年に完成しています。今からほぼ100年前のことです。ここに商業行為は違法だと記載されています。日本語でも書いてあるのでびっくりしました。商業活動する日本人がいるのかなと思ったんですが、おそらく無許可の商人からは買わないようにという忠告なんだと思います。じゃあ中に入りましょう。この両脇に階段があるんですが、今日はなんとなく左の方から登っていこうと思います。サクレクールの真下のあたりはかなり人が密集していますよね。パリで一番高いと言われているこの丘は約130メートルあります。この高さまで登ってきました。この階段の一段一段の高さはそれほど高くはありません。奥行きがあまりないので少し前のめりになりながら登るような感じです。このサクレクール、パリではノートルダムに次いで2番目に多くの人々が訪れる宗教的建造物です。それにしてもこの人だかりすごくないですか？実は今日毎年行われているモンマルトルのブドウ収穫祭だったんです。
意外にもパリの18区にクロモンマルトルというブドウ畑があるんです。パリ市内にブドウ畑があるなんてちょっとイメージできないですよね。1934年から続くこの収穫祭は今回がその第88回目になります。ちなみにこのイベントはパリでは3番目に大きなイベントだそうです。去年はコロナのこともあってどうも開催できなかったようです。ということで、もっとサクレクールの近くまで登りたかったんですが、入場にかなり時間がかかりそうなのでまた別の機会にしようと思って脇の道に入りました。ちなみにこのドームの高さは83メートルもあるそうです。手頃な値段でピザが美味しいと評判のお店です。時間的にはすでに夜なんですけれど、この夕刻時というか黄昏時の雰囲気はいいですよね。さっきはフランス人ばかりでしたけど、この通りは逆に外国人の方が多い気がします。あの地元の人々の人混みに入るのはさすがにちょっとという感じでしょうか。時刻も8時近くになって晩ご飯の時間ですもんね。さすがにだいぶ暗くなってきました。街灯がつきました。このオレンジ色の街灯が街の雰囲気を柔らかくします。この辺りは本当に坂道ばかりですよね。ちょうどサクレクールの真裏に位置する通りを歩いています。正面からは行けなかったので裏から回っていくという魂胆です。ということでサクレクール寺院のほぼ真裏にやってきました。イルミネーションが綺麗ですよね。この異常にトラックが多いのは収穫祭の出店者がこの付近に停めているんでしょうね。そういえばこのサクレクール、まだ歴史的建造物として登録されていないんです。ちなみに歴史的建造物に登録されている建物はその保存改修工事に対して国から最大 40% の補助金を受けることができるそうです。さっきの続きですけど、サクレクールの歴史的建造物への申請はなんと去年2020年10月21日に行われたそうなんです。これだけ有名なサクレクールなのであまりにも意外で驚きました。こちらにも人が並んでいますよね。サクレクールの裏側方面の入り口になっているようです。その裏側入り口手前に出ているお店です。今年は150の業者が出店しているとのことでした。焼いたソーセージをバゲットに挟むいわゆるサンドイッチです。この一見なんてことはないサンドイッチが実は結構美味しかったりするんですよね。ワイングラスを片手に街の中を人々が行き交っています。日本では見ることのない光景です。夜のモンマルトルは昼とはまた違った雰囲気があって、なんというかちょっとワクワクするような感じです。このクレープ屋さんのところにバブルティーと書いてありますけれど、フランスではパリに限らず全国でバブルティーが流行っています。その要因としてはホットでもアイスでも飲めて、その種類が豊富でバラエティに富んでいること、そしてその割にはリーズナブルな価格ということで学生やティーネイジャーを中心に瞬く間に支持されるようになりました。それに持ち帰りが簡単で店内に座らなくてもいいということで、このコロナの環境も功を奏したようです。この先によくテレビなどで紹介されている広場プラス・デュ・テクトがあります。すでにストーブを出しているカフェがあります。夜は最近気温も10度を超えないことが増えましたし、何より湿度が低いのでなおさら寒く感じるようになっています。その突き当たりを右に曲がればテルトル広場です。パリ18区はこの9月18日この地域をユネスコの世界遺産とする申請を行っています。19世紀末から20世紀初頭にかけてモンマルトルにはピカソなど多くの画家が暮らしたことから、この辺りはモダンアートの中心地と言われていました。そんなこともあって画家とカフェというフランスを象徴するような風景を同時に見ることができるこの広場は、両者がそれぞれの利益を互いに尊重して共存しているのかと思ったら、残念なことに実はそうでもなさそうなんです。この広場の利用をめぐっては長らく両者は対立していて、
この春には裁判も終わったようなんですよね。まあこの手の係争はとても複雑だと思うので、第三者的には彼らがどうにかうまく共存できたらいいなと思っています。やっぱり街灯が当たらないところに入るとかなり暗くなりますよね。この階段を降りていきます。今は暗いのでとても分かりづらいんですが、このカルベール通りは数ある通りの中でも特に人気のある階段の通りです。この地区はパリで最も階段の多い地区で、全部で38の階段があります。モンマルトルの人々は家に帰るのに少なくとも一つは階段を登らなければならないとまで言われているそうです。ということでガブリエル通りに降りました。そういえばガブリエルという名前は昨年のフランスでは男の子につける名前としては2番目に人気のある名前だったようで、ついでに言うと3位はラファエル、1位はレオでした。さらについでに言うと女の子の名前では3位はエマ、2位はルイーズ、1位はジャドでした。フランスも人気のある名前は世代ごとに異なるようです。どこの国も一緒なんですね。ということで今回は駆け足で最近のパリをご紹介しました。明日もいい日になるといいですよね。それではまた。